僕らの宇宙教室の宮川博史です。今回は、地球は猛スピードで動いているのになぜ私たちは感じないのかというお話です。内容は最初に、どのくらいのスピードなのか、続いてなぜ私たちは感じないのかということについてお話しします。早速地球のスピードですが、時速で表現すると数字が大変大きくなってしまってですね、かえって分かりにくいので、カキッという秒速でですね、1秒間にどのくらい移動するかということをですね、で表したいと思います。まず地球は24時間かけて自分自ら一周しています。自転しているわけですね。この自転速度はですね、秒速460メートルです。ですからカチッという間にですね、小学校のグラウンドなら2周くらいしちゃうわけですね。またあの音の速度、音速ですね、音速が秒速340メートルです。それから拳銃のですね、弾丸のスピードですね、これが秒速200メートルから450メートルと言われています。なので、音の速度よりも音速よりも、拳銃の弾丸の速度よりも速いと、早く地球は自転しているということになります。続いて、地球は太陽の周りを365日かけて回っています。この公転速度は、秒速 30km です。30km というとですね、カチッという間に、東京から横浜まで移動するスピードなんですね。つまり地球は、秒速 460m で、自転し、自ら回って、それから秒速 30km で、月を連れてですね、太陽の周りを一周しているということになります。さらに地球は太陽と一緒に、つまり太陽系として、天の川銀河の中心を一周しているんですね。この公転速度が秒速 240km です。カチッという間にですね、東京から福島市まで、行く速度なんですけども、こんなにすごいスピードなんですけども、天の川銀河を一周するのにですね、約2億年もかかっているんです。この、太陽系の公転速度については、諸説ありますけども、今回は、国立天文台のデータを使いました。さらにさらに、天の川銀河は、宇宙空間を秒速 600km で移動していると言われています。ですからカチッという間にですね、東京から青森まで行ってしまう速度なんですね。話が宇宙全体に行ってしまいましたが、地球単体で考えますと、秒速 460m で、自転して秒速 30km で太陽の周りを、公転しているわけですね。こんなに猛スピードで移動しているにもかかわらず、なぜ私たちは止まっているように感じてしまうのでしょうか。それは新幹線に乗っているのと同じなんですね。新幹線の中では、急ブレーキをかけない限り、また、線路からの振動もほとんどないので、コーヒーを飲めたり、ゆっくり新聞を読むことができるんですね。新幹線の中でスピードを感じるとしたら、近くの風景が早く変わるからなんですね。地球の場合は周りの景色も空気も空の雲までも一緒に猛スピードで動いているので、スピード感を感じないのです。しかも、ブレーキはかけないし、アクセルは、踏まないので、スピードは一定なんですね。地球から、見えるもので、地球と一緒に動いてないものとしては、太陽、月、星などがありますが、あまりにも遠すぎて、スピード感を感じるのにはほど遠いのですね。それ以外に太陽系として秒速 240km で移動してるんですね。また、天の川銀河としては、
秒速600キロメートルで移動しているんですけども、例えば天の川銀河は幅は10万光年もあるわけですよね。そんな大きなものがたとえ高速で動いてももう感じないわけなんですね。まさしくこれこそあまりに大きすぎて、感じようがないわけです。どうですか、分かっていただけましたか。最後までご視聴ありがとうございました。